朝から気温が上がっています。午前11時時点で東北南部から沖縄にかけて30度を超えているところが多く、特に関東甲信や東海地方35度を超えているところもあります。名古屋ではすでに 35.7 度を観測しており、この後もさらに気温が高くなる恐れがありますから、熱中症には十分に警戒が必要です。ではこの後の全国の天気です。沖縄から東北南部にかけて晴れて日差しが暑いでしょう。名古屋では39度まで気温が上がる恐れがあり、熱中症にはくれぐれも注意をしてください。関東甲信の山沿い中心に午後は急な雷雨にも注意が必要です。一方で東北の北部から北海道の道南では雲が多くにわか雨があるでしょう。ではこの先の全国の天気です。まずは西日本から沖縄です。沖縄は南の海上に発生した熱帯低気圧が台風に変わり、週末にかけては影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認してください。また四国の太平洋側でも湿った空気が流れ込み、活発な雨雲がかかる恐れがあります。こちらも十分に注意が必要です。続いて北日本から東日本です。北海道は雲のかかる日が多いでしょう。東北から東海にかけて晴れて気温の高い日が続きます。引き続き熱中症には気をつけてください。